S さん、メッセージありがとうございます。購入していただいたみたいで、ありがとうございます。はい。今ですね、安いフロント商品に関しては、ダウンロード販売で売ってますので、まあ、誰が、メールアドレスしか入れられないですからね、クレジット決済だと。ありがとうございます。まあ、あの、まあ、コンテンツ販売で今、整形立てられてるというところで、まあ、今回の、えー、内容は、必ず生きると思います。はい。 これ実際にですね、あのー、こう事例をお伝えすると、その大阪でセミナーやって、その時にですに、ね、大学生の子が、えー、来てくれました。で、その大学生の子が、まあ、僕の本を買って、で、それでそっからかなで、まあ、ちょうど大阪でセミナーあるって言って、なんかそれで来てくれたみたいなんですけど、で、そのセミナーを聞いてすぐ、えー、自分で商品こう販売とかして、これね、多分ね、あのー、 いくらだったかななんかその熟,熟成さんの声みたいな感じでアップしてるんですけどなんいくらだったかなまあ吉谷拓郎公式に今アップしてるんですけど吉谷拓郎公式ブログの 熟成の声でまあ、この YouTube の下に入れときますんで言われる。それの結構ね、熟成さんの声ありすぎるんであれなんですけど結構前だったかな。なんか大学生の子がいくら稼いだって言ってたかな。 これですね月収175万を達成した大学生の話っていう、月収175万を達成した大学生の話で、あのー、動画載せてるんで、この子かな多分この子だったような気がする。この子がね、実際セミナー参加してます。その、確か。うん。この子ですね。はい。高木くんっていう子なんですけど、まあ当時その大学生で参加して、えー、月収175万達成しました。 でそれはセミナー受けて、で、まあ、ドリアカにもそこで入ってくれたんですけど、うーん、なんだ、セミナーで聞いたことをすぐアウトプットしてやって、すぐ収入上がったって感じですね。だか,らかなりその直結できるんであるならば、すぐやってもらえれば結果を出ると思います。うん。それぐらい濃い内容ですので、しっかり勉強して、まああとはもうやるだけですね。うん。やった人はこういう結果出てます。 でもともとこの子の動画見てもらえばわかると思うんですけど、なんだ、ノーガーコレクターだったのかなうん。はい。そんな感じです。なので、やりましょう。<laughs> やるしかないです。はい。ということで、今回はですね、えー、商品購入ありがとうございます。